大丈夫ですよ、お嬢様。あなたは私の弟子であることを失いますが、私の仕えるお嬢様であることに変わりはありません。そうしたらまた一緒にご本を読んで差し上げましょう。リンゴのパイを焼いて差し上げましょう。昔のように。さあさあ思い出してごらんなさい。出してごらん。そろそろ思い出せてきたかな。なあ、お嬢様。あんたの後ろにあるそれ、思い出したかな。何ですか？これは。ご覧なさい、あなたがどんな姿をしていたのか。違う。さあさあ思い出してごらんなさい、あなたがどうやって殺されたのか。最初に呼んだのは双剣の塔ではない、四つ子の塔だったのよ。お師匠様の左右遥かに潜んだ隠し塔が描くセブンスランクルークの死の境界線をお師匠様はのこのこと踏み越えてきてくれた。チェックの発生が遅れてしまったことだけはマナー違反、率直に謝ろうぞ。楽しかったぞ、お師匠様。また遊びたくなったらいつでも蘇らせてやるよ。それで適当に遊んだら死体だったことをまた思い出させてやるからさ。なあ、ちゃんとあんたの言いつけは守ってるぜ。おもちゃは遊び終わったらちゃんとおもちゃ箱にしまいましょうってな。楽勝でございますかな。愚かに心象だ。四つ子塔で騙せてなかったら死んでおったのはわらわの方よ。さすがはお師匠様だが、これで胸が晴れるというもの。わらわは今こそお師匠様を完全に超えたとな。炉の上、お師匠様の亡骸をもう少しマシにしておけ。わらわもそこまで敬意を失ってはおらぬでな。かしこまりました、
今宵の第一の晩は少々派手に暴れすぎました。少しは片付けも必要でしょう。すぐに取り掛かります。ヤギたちよ、お片付けの時間ですよ。この度は6人の遺体をどのようにいたしますか。また密室形式に。わらわはいいの、それを考える気分になる。どの上に任す。バトラーを悩ませるようにとびっきりの密室を頼むぞ。かしこまりました。それではとびきりの。バトラはどこだ。バトラー、わらわの大活躍見た。くしょー、今のめちゃくちゃな魔法の嵐を見せつけられて、俺は何を否定すればいいんだ。魔女はいるも何もあんなドッカンドッカン凄まじいファンタジーを見せつけられて、今の俺は何を否定すりゃいいんだよ。もうわかんねえ。前回もそうだが、このイカス的なマジカルバトルをどう否定すりゃいいんだよ。だよな。こんなの見ちまったらもう言い逃れはできねえもんな。さあバトラー、とんでも推理を聞かせてくれよ。お嬢様、笑いに品がございませんよ。おお、これはすまぬ。しかしわらわの責任ではないぞ。何しろバトラにキューッと両目を固く閉じて、キリキリギリギリ歯ぎしりするなんとも悔しそうなその表情を見せられると、自然とわらわの口からこぼれてしまうものでな。さあバトラ様、くじけずにテーブルへお戻りを。お嬢様はバトラ様の反撃を期待されておりますよ。ふざけるな。何をどう反論すりゃいいってんだ。まずあの塔が地面から生えてきたあたりからもうめちゃくちゃだろうが、実は六軒島の地下に合体変形巨大ロボの秘密研究所でもあって、ボタン一つでおかしな塔が生えてくるってのか。ああ、それならあのでけえ巨人どもはきっとロボットだぜ。あるいは悪の秘密結社のメカ怪獣かもな。わけわかんねえよ。俺に話しかけるんじゃねえ。ほら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 、泣くなよ。魔法でドッカンドッカン。そなたが望むの、月だって砕くし、彗星を雨のようにだって降らすさ。お前好みのムチムチ姉ちゃんで島を埋め尽くしてやってもいいんだぜ。さあさあ、ほらほらほら、わらわの手番は終わったぜ。受け手を刺せよ、反撃しろよ。できねえだろ。できねえのは船長も承知よ。お前こういうのダメだもんな。こういうファンタジー本当は大好きなんだもんな。知ってんだよ、今時こんなの巷にいくらでも溢れてるじゃねえか。漫画に小説、アニメに映画、10代くらいのガキンチョたちがおかしな特殊能力いっぱい持ってて世界の命運かけてドッカンバッカンやるやつ、お前も大好きだもんな。知ってんだよ、隠すのよ、大好きじゃねえかよ。そのお前の大好きなやつがちょいと目の前で披露されただけじゃねえかよ。どうして漫画やアニメのそれは信じてくれるのに、わらわのだけ信じてくれねえんだよ。信
信じろよ、信じちまえよ。反論なんかできねえさ、こうして見せられちまったんだからな。ほら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 、返事をしろよ。思考はいらねえ、素直にごめんなさいベアトリーチェ様って、いや、いいんだよ。ほらほら言ってみろ、ごめんなさいベアトリーチェ様って言ってみろよ。言えよ言えよ、恥ずかしげるなよ。